ちょっとですね、新しい商品の説明というか、解説をさせていただきたいと思います。これがですね、開発が結構ギリギリだったので、カタログにも載っていない商品になります。今年の夏に向けた体を冷却するアイテムですね。はい、気化熱で体を冷却するアイテムです。で、それがこちら、タンクバッグタイプの、体に向けて体の内部に風を送り込む、ツールですね。KK901ターボファンボディークーリングタンクバッグという商品になります。はい、こちらですね、吸盤タイプの小さなタンクバッグに内部にファンがついていて、ファンから出た空気をこの可変式タイプのホースで体の内部に入れるという原始的なですね、商品なんですけど、一応これで特許を今申請した商品になります。ポイントはやっぱりですね、空調服とかっていろいろあると思うんですけど、空調服ってあんまりバイクには向いてないなっていうふうに感じています。というのも、空調服の外側の素材っていうのは防風素材を使って、体の内部に空気を送り込んで、それが内部のその汗を蒸発させて、それに気化熱で冷やすというタイプなんですけど、バイクの場合は、走行しているときは風が抜けるので、防風素材を外につけてしまうというのはすごく無駄だなというふうに思っていました。それで構造的にはバイク用としては向かないなとずっと考えていて、でバイク用として何か同じような理屈でできないかなというのをずっと考えていたんですが、ポイントとしてはやっぱ走っているときは必要ない。ただ渋滞であったりとか、最近渋滞とかですね、すり抜けも話題になってますけど、あと信号待ちですね、夏場の信号待ち渋滞、バイクにとっては本当に厳しい環境だと思うんですけど、その環境をなんとか打開できないかというところで、はい、開発した商品になります。はい、こちらのですね、強力なターボファン、こちらの、ターボファンですねを使って、やるというところです。で、もう一つポイントがあって、今ありがたいことにですね、コミネの、冬用の電熱アイテムがあると思うんですけど、そちらの電源ユニットがそのまま使えますと。もうすでにそのバイクにその 12V 電源を、バッテリーにつないでいただいたりとかですね、あと ACC 電源のところにつないでいただいているお客さんはですね、そちらの電源を真夏にも使えると、冬は電熱商品で使っていただいて、真夏はこちらの商品を使っていただけるというふうになっています。あとバッテリーもですね、電熱グローブ用のコミネのバッテリーがそのまま使えるようになってますので、それは、バイク降りた時にですね、手持ちで使っていただけるという構造になっておりますね。こちらですね、熱中症対策、はい、として大変有効だと考えています。これね、一応温度チェックしていて、風が送り込まれた瞬間に体がかなり冷える、10度ぐらいは体表温度を冷やせるということは実証しています。はい、でこちらが今、仮想でですね、 12V 電源を直流電源装置にて再現しています。はい、でこのバッグ自体からはこの、細いタイプのもので接続されるようになっています。バッグの方からはこのような細めのですね、タイプのものでやってますね。でこれがこのコミネのですね、電熱グローブで使っているバッテリー EK209 というものにそのまま付けられるようになってますので、はい、これで使用できると。で、バイクに使用するときはこのアタッチメントのケーブルを使っていただいて、この 12V 用のですね、 5.5mm の変換ケーブルがついてますので、こちらをこのバッテリーから出てくるですね、このコネクタにつないでいただくと、はい、使える状態になるということですね。で、ちょっとこれ私の方でこだわったポイントなんですけど、このアナログスイッチにします、あえて。でオンとオフしかないんですけど、最近の電熱であるようなですね、長押しとかですね、あとはその3段階とか、正直夏場には必要ないなと思って、男は黙ってオンオフぐらいな感じでやります。でこの我々の年代の男性の心をくすぐるですね、この心をくすぐるこのアナログスイッチですね、これをオンにしてもらえると、かなり
風が吹きます。なかなか音がするか信じづらいんですけど、そして、先ほどのですね、バッテリーで使うときは、こちらのそのままバッテリーつないでいただいて、でこのバッグ本体に多少ですね、このファン以外にしまえる場所があるので、ここにちょっと入れていただいて、でこのですね、カラビナでポケットとかですね、あとはそのズボンのループとかに、ベルトループとかにつけていただいて、でまたこれをパチッとオンにしていただければ、バッテリーだとちょっと出力弱いんですけど、まあその街歩きでね、その体を冷やすには十分な風が出ますんで、はい、これでですね、EK209 のフル充電していただくと2時間ぐらいは普通に使えますので、なかなかいいんじゃないかなと思っています。というところで、この新しい新コンセプトの商品ですね。KK901。もう本当にプロトタイプで、まあ、今年お試しで出してみて、どれぐらい反応があるかっていうところは我々見たい商品ですけど、もう本当にこれに関して言えば、本当にあの我々の思いが詰まった完全オリジナル商品ですね。どこにも類似商品はない、全く新しい、このように送り出す発明商品なので、なんとかね、このご賛同いただければ、来年以降、また、増やしていけるんじゃないかなと考えておりますので、ぜひともですね、我々のこの思いに賛同していただいて、ちょっとお試しいただける方が少しもいらっしゃると嬉しいなと思っています。はい、ありがとうございます。